ミニマルワードローブチャンネルの星野です、今日はですね、結構長く、まあ、メンズのバッグの中ではカジュアルバッグでかなり人気の、マンハッタンポーテージというブランドがありまして、それのブラックレベルという、まあ、ちょっと少し上に向けた、レベルがあるんですけど、そこでですね、むちゃくちゃかっこいいバッグを作っていただきまして、そのディレクターを務めている坂田さんにご登場いただいて、いろいろお話を伺っていきたいと思います。坂田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。むちゃくちゃかっこいいバッグ作っていただきました。ありがとうございます。いえいえ、もうやっぱりサンプルもめちゃくちゃたくさん繰り返しあなたのコーダーのやっていただいて、もう本当ありがとうございました。やっぱりしっかりこだわっていただいたんで、はい、やっぱいいのできました。バッチリ。こちらこそありがとうございました、はい、ありがとうございます。そもそも、うん、僕が、知り合ったのって多分おそらく25、6年前。あ、20年以上前。20年以上前ですよね。 もちろんで、その時からいろんなそのブランドの、そうです、クリエイティブディレクターみたいな、はい、どんなブランドやってらっしゃいましたっけ今までは、はい、メンズビギー。メンズビギー、はい、はい、で今もしてるんですけど、ソフネット、はい、ソフ、そうですね、はい、とか、あとは今まではハロッツっていう、あのロンドンの、はいはいはい、まあ、百貨店の、うん、ブランドの、まあ、その自社ブランドみたいなのを展開するっていうところで、はい、その時はお仕事でも、そうですよね、うん、かなり お世話になって、だからメンズの本当にスタイルを作ってきたと言っても過言じゃないと思うんですけど、いえいえいえ。でそんな中、今回のこのマンハッタンポーテージのブラックレーベルに携わることになったきっかけって何だったんですか、うんうん、で、マンハッタンポーテージのブランドって、はい、1983年にニューヨークのマンハッタンで誕生したブランドなんですけど、じゃあ40年ぐらいですか。そう、ちょうどね、去年40周年で今年41年なんですけど、うん、僕らちょうどアメカジとかシブカジ時とかに、うん、それこそメッセンジャーバッグみたいな形で、うん、みんななんかこれぐらい大きい、そうで、ちょうど僕が学生時代ネペンテスとかで、はい、マンハッタンポーテージやってて、はいはい、おお、なんだこのバッグと思って、はい、なんかそのイメージがすごい強かったんですよね、うんうん、まさにその星葉さんがおっしゃるように、そのメッセンジャー、はい、まあ、ニューヨーク、マンハッタンなんで、うん、すごい道が混んでる中で、うん、いろんなこう配達というか宅配する中で、うん、やっぱり自転車配達をする、うん、まあ、そのなんかかっこいい配達の仕方、かっこいいこだわった自転車に乗るみたいな人たち、うん、メッセンジャーが出てきて、うん、でその人のために作ったのが元々なんです、このマンハッタンポーテージの一番最初です。そうです。だからかっこいい自転車に乗って、うん、でさらにその配達する人の格好も、うん、メッセンジャースタイルもちょっとストリートと融合したりして すごくかっこよくなっていましたもんね、はいはい、でその時に背負ってたのがあのショルダーバッグ。そうです。なるほど。で、もうでも40年、すごいですよね。すごいですね、はい、僕がいろいろ勉強 して感じてるのは、その新しい働き方をしているニューヨークの中、うん、マンハッタンの中で、うん、そういう人たちをサポートするために作られたバッグ、バッグのブランド、うん、その人たちのためのバッグを作ってたのがマンハッタンポーテージ。そうです。めちゃくちゃ分かりやすいですね。はい、はい、ありがとうございます。それで、はい、2020年に、はい、青山にブラックレーベルのお店、はい、旗艦店を出すっていうと、はい、うん、フラッグシップショップを出すっていうタイミングで、僕がクリエイティブディレクターに、縁あってお誘いいただいて、はい、じゃあそれでも長いですよね。もうそうですね、4年目ですね。2020年、そうですね、はい、だまあコロナど真ん中の時までオープンだったんで、それもでも新しいライフスタイルになりましたもんね。そうですね。どっちかっていうと、もうコロナで急に全世界がバーンってストップしてっていう、はいはい、そうですね、うん、なので、まあ、レッドレーベルは割と今すごいこう学生さんも持って、大学生の方とかも持ってくれるような感じの、うん、すごいこう広がったブランドであって、うん、でブラックレーベルはまあその青山っていうのもあって、でもう一回その1983年のマンハッタンで生まれたような、はい、今の東京のニュークリエイターに向けて作りたい、素晴らしい、そういうのがいいかなって思って、なるほど、はいはい、で今回なんですけど、はいはい、今回作っていただいたのが実はこのシリーズの、まあ、ブラックレーベルの中でも、まあ、僕がちょっとなんか
せっかくご一緒させていただくんだったら、はい、坂田さんのそのなんていうんですか、クリエイティブディレクター的なセンスと、なんか僕が求めてるなんかちょっと男っぽさとか、はい、それから実用性、はい、機能性、合理的っていうんじゃないんですけど、うん、なんかいろんなものが組み合わされるとか、うん、なんかそういうものをいろいろ実は坂田さんにお願いして作っていただいたのがこちらで、はい、これ実は最初にこのバックパックを作っていただくって言った時に軍物の話になって、今日実はその軍物もお持ちいただいたということなんですけど、はい、これ結構重厚ですね。持ってたんですね。そうですね。このバックが、これって何軍でしたっけ？これね、スイス軍。スイス軍。うん、だそこが、はい、やっぱりこう、星やっぱり優しいじゃないですか。優しい。スイス軍今ね、中立国家なんで、はい、戦争とかもしないんですよ。そうですよね。はい、戦争がしないミリタリーバックなんですよね。そうですよね。はい、そこがやっぱり目の付けどころが超面白いなと思って。戦うためのもう、はい、あのツールじゃないですからね。そうですよね、はい。でもすごい考えられて作られてるじゃないですか。そうなんです。これって後ろのがあって、ここってなんでこうなってるんでしたっけ？これは、はい、まあ、背負った時に、まあ、長時間背負うのが原則なんで、この軍物とかは、はい、皆さんもこうバックパック担いだ時に感じると思うんですけど、背中が超熱くなる。なりますね。ですよね、はいはい、だからこれが合うことによってちょっと浮きを作って、うん、風通しを良くして、なるほど、熱をこう軽減させてるんですよね。すごい、だから当時のあれでは画期的なあれですよね。そうですよね、デザインですよね、はい、フォルムもここだけへっこんでますもんね。そう、だからここにまた鉄板みたいなのがこう入ってて湾曲させてるんですよ。ここ入ってますね。うん、ここ鉄板ですね。ここ本当に鉄板、ボロ鉄板ですね。、うん、そうなんですよ、はい、まあ、そういう部分とかも、まあ、現代的に解釈して、このブラックレーベルのバックパックに落とし込めないかっていうところで、実はこれ裏側がすごいことになってまして、はい、ここですよね。そうですね、うん、これはもうオリジナルで開発してる、まあ、人体工学に基づいて、まあ、その背中の、まあ、当たってクッションも入ってますよね。そうですね、クッションも入ってて凸凹 で、はい、この凹凸がやっぱりその空気を逃がすために、うん、凹凸をつけられてて、はい、まあ、長時間背負ったり、うん、フィットする感じにはなってます、ね、そうですよね、はい、でここのこのストラップをつけてもらうとよりホールドできる、はい、バシッと、はいはい、動かずに、はい、よく本当に登山型とかのリュックとかが多いですよね、うん、バックパックとか、ね、そうですね、はい、でもそのやっぱりアウトドアものよりもやっぱりその星葉さんのスタイルに合うようなソフィスケートされた感じがいいんで、こういうまあレザーのパーツじゃなくてで、こういうグログランパーツと、はい、このロックも、はい、このバックルも、下はオリジナルのこういうバックルなんですけど、上はこういうワンタッチ で、ここかっこいいんですよね、ヒードロックで。これめちゃくちゃいいですよね。いっぱい、そうなんです、マグネットで戻る。あ、これね、一番僕気に入ってる部分なんですけど、これがあることによって全然違いますよね。そうですよね、雰囲気、うん、でやっぱりその星葉さんみたいに忙しい人がなんかここでこう、ガチャガチャやってるっていう、もたついてるとやっぱりスマートじゃないじゃないですか、そこはなんかワンタッチでパンとできる感じがかっこいいかなとは思ってます、うん、なんかバックパックっていうとどうしてもまあいろんなデイパックみたいな形もありますし、はいはい、なんかもっともっとハードな形もあるじゃないですか、うん、マウンテンバックパックみたいなやつもあると思うんですけど、はいはい、あれだとちょっとでかすぎるんですよね。そうですよね。でもデイパックみたいなやつだとちょっとちっちゃすぎるしっていう意味だと、なんかこのぐらいの大きさっていうのはすごく非常に僕は男っぽさもあって、でも使いやすさもあってみたいな。そうですね。そういう意味でいくとすごいいいななんて感じてたんですけど、はい、でサイドにもこういうアウトポケットがあるんで、ペットボトルとか、ね、そうですね、もちろんスマートフォンでもいいですしね、はいはい、うん、すごい。あとこれやっぱり素材がいいですね、これね。そうですね、やっぱりこのコーディラのバリストの中でも一番こうハードなものなんで、やっぱりこう今でもその軍物に採用されてる強度があるものなんで、星葉さんがおっしゃってたブラックミリタリーみたいなコンセプトにぴったり合う素材なんで、そういう意味で言ってもこのなんかまとまり感っていうのはすごいいいなと思ってます。でこういう D 感をそのままこう残して、でこれ色つけられるのもねポイントなんですよね。これは何になるんでしたっけ？これは、まあ、カードとか小銭入れをこことか、はい、こういうところにこう引っ掛けてもらって、はい、
そうなんですよね。これちょっと例えがあれなんですけど、なんて言ったらいいんだろうな、いろんなものを足していけるんですよね。そうですね、はい、これは実はエアポッツケースなんです。そうです。でこう首からかけていただいてもいいですし、はい、まあ、これもつけられるんですね、はい、プラスしていくっていうのもなんか楽しいですよね。やっぱりその使ってる人が快適に過ごせるっていうのがね、はい、ストレスがないっていうのがね、はい、一番なんか意味のあるデザインというか。そうですね。だってあの、まあ、坂田さんね、もうよくご存知だと思うんですけど、第一次大戦で生まれたトレンチコート、はい、もう D 缶がついてて、ここに手榴弾がつけられたりとか、はいはい、それこそこのストラップのところに拳銃が落ちないようにここにストラップついてたり、はい、検証がついてたりとか、はい、あれも意味のあるデザインじゃないですか。そうですね。そういうものの方が僕は男としてはなんかグッとくる。そうですね、そういうのが大好き。いや、わかります。坂田さんが作ってる T シャツとか僕散々買ってるんで。 ありがとうございます。ミリタリーとか軍物の、ね、その機能性とか、そうですね、なんか実用性とかっていうのは僕はすごく、なんかそういうのは加味できたらいいななんていうふうに思ってたら、もう本当に素晴らしいものを作っていただいたんで、これ全部実は入るんですよね。そうです、そうです。だからこう足していったりとか、はい、これは、はい、まあ、ストラップがついてるんですけども、こう全部こう外せてポーチになるんですよね、はい、非常に便利な。中もこう結構こう間仕切りがちょっとあって、うん、でここも中がストレッチ、こう伸びる素材にしてるんで、素晴らしい。 iPod とか入れても、はい、綺麗に収まる感じにしてるので、これとかもこう中にスポット、そうですよね、はい。こっちもそうですよね。そうですね。これは少し大きめのサイズなんですけども、大小でポーチが作られてるんですよね、はい、非常に。これもだから好き好きですよね。そうですね、こういうふうに自分のサイズによって、はい、はい、そうですね、サイズもそうですし、ストラップでこういうふうにワンショルダーで使うのもいいですし、うん、あのポーチとしてインサイドに使うのもいいです。出張とかこれで行って、うん、あのもう旅先ではそっちにするとかってことでもいいですもんね、はいはい、とか、あとはこれもそうですよね。これ PC ケースですかね、はい、PC ケースで、ちゃんとここにあの手が入るようになってますし、はい、ここにちゃんと入るようになっていると、はい、パソコンが、はい、でまあ、補強のためにちょっとあの、はい、厚みがあって、かなり厚みありますよね、はいはい、クッション性があるものを作ってるので、うん、これも中に入ります。そうですよね、はい、で中に入りますし、はい、PC は PC で、まあ、これを持たなくてもバックパックの中にもね、ちゃんと入るようになってますね、はい、ここの見えるに作って、ここの収まるように、はい、いただいてます、はい。まあ出張先とかでここに入れてこう持っていくでもいいですしね、はい、スポット入るんで、そしてあとあれですよね、この全体的な重量感というのは軽いですもんね。軽いんですよ、はい、やっぱり、軽くて丈夫ってすごい話ですよね、これは今の時代ね、はい、でもそうじゃないとやっぱり重いのね、やっぱり50過ぎると難しいのよ。うん、ちなみにこれ価格ってこのバックパックでいくらぐらいでしたっけ。今想定してるのは5万円台で想定してます。じゃあそれは思った以上に安いですね。そうですね、今バックパックも値段上がってるじゃないですか。高い。だってあのブランドの高級ブランドのバックパック、うん、僕もいくつか持ってるんですけど、うん、後でお見せしてもいいんですけど、はい、しなしなですもんでも高いでしょ。めちゃくちゃ30万とかですよ。そうですよ、意味ないなと思いますもんね、うん、本当に。本当ね、今高くなってる。そうですね、物価が高騰してるとはいえ、うん、物のクオリティとその価格が合ってないような気がするんですよ、うん、そうですね。そういう意味ではこれはもうスーパーハイコストパフォーマンスですよね。そうですね、この値段でやっぱりできるの、はい、できたのと、はい、あとは僕とかだとそのハイブランドを持つのにちょっとこう抵抗あるというか。それはなんでですか。なんかこうなんだろう、気恥ずかしさですか。そうなのかな。ずっと通ってきてるからですか、いろいろ。なんだろうな、お金持ちリッチに見えたくないのかな、なんか、はい、なんか恥ずかしい部分がある。あえて普通に戻してるというか。そう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 、そう、なんとなくわかります。うん、うんうん、なんかもう、うん、そのキャラっていう感じかな、うん、そのキャラに合ってるといいけど、うん、なんか急になんか高そうなもん持っちゃった、なんかどうしちゃったのみたいな感じに、うんうん、でも今日もそうですもんね。あのそうそうそう、まあ、坂田さんのスタイルって軸が常になんだろうな、スタンダードを軸にされてるじゃないですか、うん、であってもいいですもんね。そうですね、うん、今のでも本当にこうニューヨークのトラッドな今の人たちはこんな感じで持つんじゃないですかね。あ、すごい分かりやすいですね、うん、
素晴らしい、まあ、そういう意味で言うとこの感じでいいかなっていう、うん、だからそのベーシックさも兼ね備えていながら男っぽさもあって、ね、そうですね、で機能性もちゃんとしっかりして、うんうん、合理性もあってっていう、うん、素晴らしいバッグができる、うん、でイメージしたのは、はい、やっぱり星葉さんのこのスタイルで、はい、例えばジムに行かれたりする人とかもいるじゃないですか、はい、で僕もジム行ってるんですけど、うん、ジムに持っていくバッグっていうのもなかなかねなかったりするので、はい、そういうオンの時もいいし、うん、オフのそういうジムとかに行くとこれ全然行けますよね、行けますね、このスタイルでも行けるし、まあ、下手したらスーツ、うん、フランネルのスーツにこういうのねしょってでもかっこいいですしね、洒落てるし、はい、ライダースでも合いそうですし、うん、そして実はもう一つこだわりがあって、このマンハッタンポーテージの、まあ、一番大事な部分 の, このマークですよね。このマークも本来普通のブラックレベルの方は黒に白 の, このマンハッタンがね書いてある、これがブラックレベルのやつだったんですけど、なんとこのシリーズだけ真っ黒にしていただいて、はい、なんと分かりづらい、まあでも見る人が見れば、うん、あのシリーズなのねっていうことを分かっていただける特別感があるんで、ぜひですね皆さんこのシリーズ全部でバックパック、PC ケース、はい、ポーチが2種類、はい、AirPods、はい、ここにですねちゃんとジャックがこうさせるようになってますんで、うん、この上から、うん、はい、その辺もちゃんと考えて作られてますんで、皆さんぜひお手に取ってみてはいかがでしょうか。ということで今日はディレクターの坂田さんに来ていただいて、はい、まあ、坂田さんのねどんな仕事をしているのかということも含めて、マンハッタンポーテージブラックレベルの魅力、そして今回、作っていただいた別注の星葉別注の、6点についていろいろお話を伺ってきました、またぜひいろいろお話を聞きたいんで、はい、あのまた登場してください。いやもう楽しかったです。いやこちらこそありがとうございました。ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします。